今日は2019年2月の13日水曜日夜中の3時4分です。よろしく。おふくろさん、おはよう。嘘、商店員、あ、送ってくれたら嬉しいかもしれないけど、何プロテインかによるな。サバスのね、あの牛乳系のプロテイン俺も合わなくてお腹下っちゃうんだよね。おはようございます。おはよう。
こそ。メディセレクトスポーツホエイプロテイン。ホエイプロテインってなんだっけな。ホエイが大丈夫な方だったかな。ちょっと待って。ホエイ。ちょっと待って。ホエイプロテインとは。なんかね、あの乳製品のプロテインダメなんだ俺。大豆、ホエイが大豆だっけ？確か大豆系は俺大丈夫なんだよ。ホエイってなんだっけ？あ、違うな。ホエイプロテインは牛乳原料してる。ダメだ。飲めない。100% 腹下す。ごめん。ありがとう。ダメだ。腹下す。送っちゃったん？了解です。疲れさとこちゃん。いや、なんかさ、全く知らないリスナーさんから、ほぼ絡み、ここでコメント書かない人からなんか LINE 来て、私の悪口聞いてたって聞いたんですけど、本当ですか？どういうこと？いや、その人とは、なんつうの、LINE を登録してくれた時にちょっとやりとりをしたことはあったの。名前変えたよって言って、私の悪口言ってたって本当ですかってコメント書いてないじゃんみたいな。で、コメント書いてない人は俺知らない人だから、会ったこともなくて知らない人の悪口書かないっすよって送ったんだけど、いや、マジで、何なの本当に。誰から聞いたので、そういうこと、誰から聞いたのそれって言うと、いや、それは言えません、みたいな流れになるのわかるから、何なんだろうね。ロム勢の人なのかな。絡みないのに悪口言いようないじゃんね。あ、なんか、最近のリスナー誤解してる人多いけど、悪口を配信者が出すのって好きだからなんだよ。あの、本当に嫌いな人の名前出さないからね。配信者って。昔からいろんな配信者そうだけど。なんでかっていうと、その人の売名になるから。名前出したらリスナー流れるじゃん。だから絶対に名前出さないよ。嫌い、本当に嫌いな人は。そういう文化の。覚えておいた方がいいよ。ましてや、リスナーさんのなんかを言うわけないじゃんね。
謎だわ、マジで。こんばんは。こんばんは。寝れなくてずっとバイオハザード見てたわ。バイオハザードのプレイ動画。目覚めちゃった？寝れない？辛いね。目覚めちゃったか。仕事？俺らはここがおかしいから。脳みそぶっ壊れてる。仕事か。何時から？少しでも横になってさ、脳みそ休めるといいよ。朝からか。少しでも寝れるの、少しでも寝れるといいね。夜は俺はぐっすり寝たかな。一日中寝てたね。
寒くて目覚めた。出会い中頑張るマンするの、出会い中頑張るマンする、何、日本語がわかんねえな。昨日か一昨日言ってたから、何出会い中頑張るマンって言ってる意味がわかんねえんだけど、どういうこと。配信者として出会い中するぞって言ってた。そんなこと言ったっけ俺。よくわかんない。鳥いるよ。文鳥がいるね。文鳥が。俺33、鳥の年齢、1羽が5歳でもう1羽が1歳だね。
豆だね。米とか冷えとか泡とか麦とか、人間が農作物で作るような、だから東南アジアの鳥なのね。もともとは日本には江戸時代の中期ぐらいに入ってきたのかな。だけど東南アジアで害鳥なの。人間の穀物を荒らす鳥だっつって。だから豆しか食わないね、人間が食うような。冷え、泡、麦、小麦とかそういう豆をひたすらずっと食べてるね。別れたよ。彼女どこ行ったのって別れたけど、のんちゃん別れたよ。俺はもうぐっすり寝た。うん、仲良かったけど別れたね。
なんとかできてんな。ギリギリ。なんとか生き延びてるって感じだね。でも、やばいね、結構ね、生活は。ギリギリ生き延びてるって感じだ。ギリギリ生き延びてる。まあご存知の通り働く気はねえからさ。遊びだけで生活か。遊びだけで。なかなかかけないと。家賃払えなくなったら、いや払うよ。未来のことなんか考えて楽しいか。たられば意味ないでしょ。なんとかなんじゃない。なんとかならないときはなんとかなんねえしな。だから実家暮らしやっぱ最強だよね。実家暮らしは10万ぐらいで生活できるもんな。いや今しか興味ないもん。こんな未来に怯えたりね、過去に悩んだりするほどバカバカしいもんないじゃん。どうでもいい未来とか。
俺はイケメンじゃないよ。女に持ってたことなんか一回もないし、持てないもん。
なんか知らないリスナーさんから、私の悪口言ってたって本当ですかみたいな。なんかちょろっとだけメールしたことある人だったんだけど、和道さんが私の悪口を配信で言っていたという情報がこちらに来ました。何か自覚のないところで失礼なことをしましたか？お詫びしたいです。ご返信いただけませんでしょうか？いや、メンヘラ多いよね。なんで、だからもう完全に幻覚幻聴見えてるんでしょう。完全に全然全然意味わかんないよね。なんでこんなのばっかり読んだろう。だってさ、ロム線のさ悪口とか言うわけないじゃん。ていうか、なんかなんつうの、あと解放からもなんかメールがすげえうざくて、もうほんと殺意わかんだけど、メールしてくんなとか放送見んなっつってんのに、あいつしつこい。マジでマジでムカついてきた。意外妄想でしょ。すげえやめてほしいんだよね。俺他人に興味ないからさ。どうでもいいよね。で、こんなんばっかりなんだろう。すごい多いよね。人間付き合いを断ち切らない。人間付き合いはしてないよ。既読無視してるよ。基本的に俺は来るもの拒まず、去るもの追わずかな。だから返信はしてないよ。てか俺、あれだよ。全然友達付き合いとか、こういう下手な方だと思うけど。全然絡まないよ。人と。もう気に入った人だけと絡んでるかな。気に入らない人はもうとことん無視するスタイルだけど。なんか人間付き合いしてるように見えんの？なんか才能のない人間とか嫌いだから、面白くない人間とか、面白い人とだけ絡みたいね。時間の無駄じゃん。だから普通の人と絡んでも何の刺激もないし、何も得るものがないから。
いや俺は仕事だと思ってないよ配信。俺は仕事だと思ってないかな。あの仕事にしたらダメだと思ってて、一時期プロ名乗ってたけどもうすぐ辞めて、なんていうのかな、やりたいことをやって生活をしたいっていうのがあくまで俺の目標だから、やりたいことだけやって飯を食ってくっていう。だからなんか金を稼ぐ手段ってなった瞬間に配信がクソつまらなくなっていったんだよね。だから遊ぶことだけ考えてるかな。遊んでたら勝手に金が生まれてくっていうのが理想、あくまで初心の理想だから初めに考えた。別にそれは配信じゃなくても究極いいと思ってて、音楽でも喋りでもパフォーマンスでもアートでも何でもいいの、表現とかアートとかで食っていきたいから。いや仕事だっていうのは周りが勝手に言ってるだけかな。俺はこんなの仕事でも何でもないと思ってるから。なんか俺そこまでその配信に対するプライドとかないから、いや肩書きをつけたくないんだよね。肩書きは俺の名前でいいやと思って、ワドっていう、ワドって名前が俺自身だから、俺がだから何やっても食ってけるのが俺の理想形だからさ。配信家の概念は和道さんが作った。いやあれは石川の隆起に対する配信業っていうのって名乗るのは違うでしょ、職業ではないから業種でしょっていう、それは言葉遊びで、その石川の隆起に対するアンチテーズで、建築業とかって職業じゃなくて業種なんだよ。医療業界とかと一緒の言葉じゃん。アパレル業とか、アパレル業の中でも販売員は職業だけど、だから職業としては間違ってるっていう、そのなんつうの、配信業ってなんだよっていう、業種じゃんそれっていうだけの話。
でしょ。配信誌とかでもいいよね。漫才誌とかみたいに配信誌。語呂が悪いけど。
暇だな。お、セフィお疲れ。コラボ枠でもやる？電波悪い？嘘。あれじゃん、ふわっちが重たいんじゃなくて。俺の放送、電波悪い？くるくる？俺の放送？あれ、ふわっちログインできない。ふわっち入れないね。入れない。入れる人と入れない人がいる。俺入れないんだよ、ふわっち。またサーバーダウンすんじゃないの、これ。
あ、入れた、今入れたね。治ったんじゃい？入れてるの、俺の配信見れてる、見れてる、大丈夫だよ、治ったっしょ。治った。やる気ね、あんまねえかな。いやもう配信者としてのやる気なんかもうゼロだよ。多分俺今配信者じゃねえよ。なんかもう配信に対するワクワク感とか完全に失ったね。
もう俺は配信者じゃないよ。情熱がない。うん、いやまあ座れないよね。あそこの席に座れないよね。うん、まあまあそういうことだよね。前にも話したじゃん、あそこの席に座るのが怖いっていう。やばいよね、心霊写真やばいよね。心霊写真フォトグラファー目指すか。いや生放送でも映りまくってたらしいよ。俺よくわかんないけど、ネタって何？なんかリスナーが言うネタとか台本とかはよくわかんないんだけど、リアルタイムで昨日ずっと探してたわけじゃん、探してたわけじゃん。どこにネタとかさ、仕込みとかをする要素が。いや、あれでしょ？俺も怖かったよ。いや、生放送の方もやばかったらしいよ、俺の方。ギャー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 騒いでたよ。ネタってどうやって仕込むの？俺いきなりピンポンいて来て、いきなり心霊スポット紹介しろっつって鮫島さんにいきなり呼ばれたんだよ。なんでデジタル対応してんだよな。気持ち悪いよね。
なんか数万円するなんかコース料理とか食わせてもらったけど、リスナーさんに、なんだ3000円ぐらいのものが一番うまくない？3000円ぐらいのが一番うまいぞ。結果あるよ。いや、ラーメンチャーハンセットとかうまいね。まあ防腐剤の塊だろうね。いや、そうだと思うよ。
ステッカー集め、ステッカー集めが趣味なんだ。買ってよ。初見さんアイテムありがとう。買ってよ。めんどくさい。おはよう。誰か噂してた？知らない、山田くんっていうリスナーさん俺知らないな。うちのリスナーさんじゃないね。知らないその人。
そういえば今日なんか届いてたな、リスナーから。Like a tea that tea A western love Take me on a way Like a tea that tea Hey nowヒーローケンさん、ヒーローケンさん、ヒーローケンさん、
暇だな。暇っちゃねー。何しよう。何しようかな。
しょ。
動画編集、動画編集、別に俺ハゲてても全然いい派だもん、全然オッケーだね。男が気にしてるだけでハゲ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 、女の人ってあんま気にしてないと思うよ。別に普通にハゲるかんね逆らおうとしてんのがダセーっていうか、ハゲててもかっこいいやついくらでもいるし、そう思わない？そう思うけど、ステッカー、ステッカー、こんな感じ。ツイッターか DM 入れなくれれば買えるよ。4種類あるかな。捨て頃ステッカーとか。いろんなのある。4種類ある。
今から DM する。分かった。おはよう。DM できない？ DM できるけど、みんなしてるけど、 DM 来てるよ。なんで来てないの？みんなできてるよ。
メルヘン X の方が俺好きなんだけど、なんでそっちのアカウントなの今日。メルヘン X だよ、メルヘン X。入るか。わかんないよ、金集まってないから作れねえかも。花火くれい、金をくれ、金を。
バーがあるよな。こんばんは。ブルームテック足りないね。戻しちゃわないけど、なるべく減らすかな、音量は。茶色の布？どれ？どれだろう？これ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 100均のバンダナだよ。ダイソーの。100均で買わなかった。100均でしょ。
はよう。サインでも投げてくれるのありがとう。金欠も一緒に楽しもう。頑張るよ、生き抜こうね、一緒に乗り越えよ。お、来た、待ってたよメルヘン。今携帯配信だから画像見れないよ。金なんか手段だから、時が来たら帰ってくるから。金なんか大丈夫だよ、回ってくるから焦らなくていいよ。うん、それよりも楽しもう、ピンチを楽しもう。神様は意地悪だからね。神様はくっそ意地悪だから。でも諦めないとね、神様困惑する時あるから。たまに神を屈服させるのが俺の仕事だから、神の心を折りに行こう。神様は助けてくれない。ソーベリーダ、ソーベリーダ、いいよいいよ、アイテムの話もうやめようぜ。貧乏も楽しもう。みんなもつれえから。みんながみんな金持ちじゃないの俺知ってるから。いいよ、投げるとき投げてくれっから。ここの人は
みんなが助けてくれるから大丈夫、ありがとう。全然自由に行こう、自由に行こう。もっと自由を楽しもパソコンを手に入れて動画を作って映画を作って映像を作って死んでいく最新性能のパソコンで映像を作って死んでいく映像を作って死んでいく。いや。お化けなんてないさ、お化けなんて嘘さ、寝ぼけた人が見間違えたのさ、だけどちょっとだけどちょっと僕だって怖いな、お化けなんてないさ、お化けなんて嘘さ。その手が気持ち震えた情熱の中に揺れた月まだありがとう離れて繋いで
気持ち震えたあなたに伝えた、あなたが残した白色の道で白い粉雪が降って、あなたが残した白色の影は雪が降った、さよなら、さよなら、僕の尊い尊い消えないように、僕の指に留まれ、今が遠く時に深く僕の中で生きる衝動、今もなお青く光る僕は立ち止まっていた。いや、洗ってるだけ。あなたの声さえ聞こえなかった、青すぎた僕の衝動、帰ろうか帰れない、青春という名の消え、帰ろうか帰れない、青春という名の消え、帰ろうか帰れない、僕は立ち止まっていた、過ぎゆく時の中、動画は散らばっている。
あ、消えた。どこ行った？うわ、落ちた。最悪。うわ、最悪。ダメだ、ダヴィンチ落ちるな。なんだろう、動画編集ができねえ。なんでだ。シャットダウンしよう。なんだこれ、動画編集できねえよ。低PC だね。ノートパソコンだから、俺が使ってんのハリウッドとかで使うソフト使ってっからさ。やば。うぜえな。
あどうしよう、動画編集ができないとか、どうやって映像作るんだよな。うるせえ。うわ、どうしよう、マジで。超うるせえ。動画作れない。マジか、うぜえな。あれさっきの音楽どこやった？あれない。あれカオスからもらったやつどこだ？うわ、うぜえ、うぜえ祭りだ。うぜえ。あれカオス、カオスからもらったやつだ。あれ？消したカオス。あれ？消えたんだけど。え、どういうこと？あったか、これか。
Donations and aid are not really helpful for the poor people to become self-supporting.
さよう。
おはよう。ね、大変だったね。トラブル、トラブルだよね。昨日ぶっ倒れてたね。ぶっ倒れてた。今はもう大丈夫だよ。今はもう平気。大丈夫よ、ありがとう。昨日はすげえ疲れたよ。あ、よかったよかった。
ありがとう。顔洗ってくるわ。私のことディスってましたっていうメールだね。和道さん、私のことディスってました、聞いたんですけど、知らないリスナーさんから来て、なんで俺知らない人ディスんのと思って、ディスってないよ、知らないもん、あなたのことって。よく分かんなかったわ、謎。いや、変なのばっかり来んだよね、うち。なんで会ったこともない人ディスったことになってんだろう。よくわかんねえわ、俺もそれは。Thank you.
変な人いっぱいいるな、世の中。よくわかんねえわ。別れたね。なんで？彼女とは？あ、全然聞いていいよ。全然隠し事何にもないから。答えられる範囲であれば。信じられないなら信じなきゃいいんじゃないの。これは嘘ついてないよ。あ、全然ね、 B カップぐらいあるんだ。おっぱいでかいよ。B カップぐらいだ。つけねえよ。つけない、つけない。ブラジャーとかつけない。そうだね、朝走るね。走るよ。
おはよう、アイテムありがとう。おはよう。
ヘッシュ。でも脇から汗が出るのが意味わかんねえな。沖縄18度か。18度ってめちゃめちゃあったかいけどな。半袖で過ごせるよね。いいな。どんな女がタイプ？どんな女？どんな女？考えたこともないね。フィーリング。考えたことあんまないな。好きな、俺が好きな女が俺のタイプの女。わかんない。会ったことない人はわかんねえな、タイプかどうか。ダークサイケ。
年上の人が多いね、好きになる人はね。年上すごく多いよ。あんまりなんか若い女の人はなんかグッとこないかな、あんまり。別に若い人でもグッとくることあるんだろうけど、確率的にあんまり来ないかな。若い女ってイケメン求めてるでしょ。ないっすね、特に。ただなんだろう、わかんないね、フィーリングだね。フィーリング、絶対ないね、俺の中では。一緒に生活して、セックスして、一緒に飯食って、一緒にデートして、一緒に生きてくっていうのが、俺はなんだろう、付き合うってことだから。これカオスの曲だもんだって。自由に使っていいよって言ってくれて、これカオスが作った曲。自由に使っていいよって言ってくれて、だからカオスの枠で流れてるのは正解。ありがとう。写真昨日もアップした、お墓の写真アップしたね。墓場が無数に並んでる、墓が無数に並んでるっていう写真アップした。全体もっと四角に入ってるのはもっといっぱいたくさんあるけど、切り取ってる半分以下の画像だね、あれは。もっと倍近くの墓があるね。あ、いや、あそこやばいよな。
買ったことは爆睡したぐらいですね。死んだように眠りましたね。超爆睡した。あと4時間やって花火がゼロになったかな。ついに花火がゼロ枠というクソみてえな配信者になったね。赤字だよ。待つ支援して。みんな給料日前か。マジで霊が怒ってる状態なの。いや赤いライトつけてるよ俺。ここでしょ、この辺でしょ。これ赤いライトだよ。この辺は応援して応援して。食わせて俺のこと。くっそくっそたくさんの花火投げてみんなで。嘘、現場で愛子ちゃんの周りにあったんだ。やば、赤い光源なんかないもん。あそこやばいね、それ。やば。誰だろう、変なホームレス配信者って誰だろう。誰のこと、誰だろう、ホームレス配信者って。わかんねえな。あ、知らないその人。絡みねえな。さんありがとう。風船1個だとあの金入らないから、風船10個単位で投げてくれると嬉しい。なんか風船1個だとただ無駄金になるだけだから、俺に1円も入らないから。リスナーさんがせっかく投げてくれたのに無駄になっちゃうかんね。今これしかない。了解了解、ありがとう。
あーまあ知らないからね俺その人ね、絡みないから。知らない人は新宿いっぱい来てるんじゃないの。世の中にいっぱい俺の知らない人いると思うよ。おはよう金魚姫、アイテムありがとう。バザツ赤い光ダメなんだ。軽くでいいから何か食べろ。了解、オッケー。次役いくか。お、ありがとう、南部さん。久しぶり。わお、特命さん。今日一発目花火ありがとう。ナイス。ありがとう。ナイス。ありがとう。ナイス、特命さん。ありがとう。お茶っぴき回避。サンキュー。それ そのサムネやめてくんね。俺が過呼吸で倒れた時のやつだから。風船ありがとう。
はいはい、行ってらっしゃい。おはよう、ヤンデレちゃん。おはよう。今日は2019年2月の13日、朝の7時4分です。お願いします。